また言いました。これ、このクラゲは厳密に言うとヒドロムシっていう軍隊を形成する生き物の集合体で、一匹のクラゲに見えるけど個の集まり近いってきました。カツオの烏帽子、1個ずつ続いてこの鍋に浮かべていきます。水入れます。信じがたいですが、じゃあこれをいよいよ煮込んでいきます。貝の出汁だ。なんだろう、ホタテ。すっごい薄い貝の出汁の香りがするぞ。カツオではねえな。でもよし、だいぶ煮詰まりました。カツオの烏帽子出汁いただきます。うっす、うっす。ホタテ1匹の出汁を4リットルの水で薄めたくらいの味がします。でもカツオ出汁ではねえな。でも若干出汁が取れてしまったがために完全に嘘と言い難い。でも出汁を使った料理は無理なレベルですね、これ。じゃあこちらに残りましたこの固形の部分、これがね今日食べてるところ。うわ、リスクね。バカみてえに少ないぞこれ。匂い、あ、めちゃくちゃホタテだこれ。クラゲって普通に茹でてもそんな匂いしないんですよ。ヒドロムシはホタテの香りがするのか、面白い。クラゲって言ってもね